はい、それでは、講習の方を始めさせていただきたいと思います。まず本日は、統合データベース講習会アジャックス小町にご参加いただきまして誠にありがとうございます。私は NBDC で、広報を担当しております森と申します。今回の講習会では、事務局担当とそれから、本日この、一つ目の、講義の方を担当させていただきます。それでは講習の方を始めさせていただきます。まずはですね、配布資料の確認からしたいと思います。お手元に、皆さんお手元に、このように、差し上げると思うんですけども、中には私ども NBDC の、紹介のためのパンフレットと、今回も、講義で来ていただいてますライフサイエンス統合データベースセンターのチラシで、それから本日それから明日の分の、講義資料も入っておりますので、明日もご参加になる方は忘れずに持ってきていただければなというふうに思います。でそれから JST で発行しております JST ニュースという広報誌で、最後にアンケートがございます。でこれ、空いてる時間でも構いませんので、ご記入いただいて、もしも明日参加されないという方はですね、ぜひ今日お帰りになる際にご提出いただければなと。で明日もご参加される方はですね、明日終わったところで、記入して提出いただければなというふうに思います。配布資料何か、不備ございますでしょうか。途中ででもですね、何か気づいたことあったら、お声掛けいただければなというふうに思います。でまずは、私の方では配布しました資料の NBDC の紹介と NBDC が提供するサービスというこちらの配布資料、それから画面の方を使って説明していきたいと思います。で、今回ですね、こうやってスライドを使いながら使い方や機能、いろいろなサービスのご紹介などしていきますが、途中でですね、実際に手を動かしていただいてご自身の PC で作業していただくようなこともございますので、そちらにありますネットワーク設定に従ってネットワークに接続しておいていただければなというふうに思います。で、全体の目次としてはこのようになっております。で講習会を始める前にということですが、まずちょっと今回の講習会の資料置き場をご紹介したいと思います。で、NBDC とアジャックス小町で検索していただくと、今回の講習会のページに行けると思うんですが、さらにその中にですね、講習会資料はこちらのサイトをご覧くださいという、部分がありまして、そちらに飛んでいただくとですね、このように、今回の講習会のプログラムおよびその資料が掲載されているページに、たどり着くことができます。こちら、ですね、これ、私の講義でもそうなんですけども、この後の講義でも適宜その、資料を参照するようなこともあったりしますので、このページはですね、ぜひ、タブでちょっと開きっぱなしにしておいていただいて、何か他の作業を行うときに新しいタブを開いて、作業していただくというようなふうにしていただけるといいかなというふうに思っております。アジャックス小町でもいいですし、一応、投資番号でアジャックスの61回目ということになっておりますので、アジャックス61と検索してもおそらく NBDC の小町の紹介ページに行くと思いますので、その中画面の下の方に講習資料はこちらのサイトをご覧くださいというふうになっておりますので、そのこちらの部分から飛んでいただければと思います。今画面見てパパッと手打ちできるよという方はこの moddb、dbcsjp で AJAX61 の方に行っていただければなというふうに思います。ただ基本的に私の、講義の中ではですね、配布しました資料、それからこちらのページを使って、説明していきたいと思います。それでは講習会の本題に入ってまいります。でまずはじめには、今回の講習会を含めてですね、私たち NBDC が実施している事業について、ご紹介させていただきます。NBDC はですね、ライフサイエンス分野のデータベースを統合することを目的として事業を行っております。
で、その事業についてこれまでの取り組みについて簡単にご紹介いたします。で、この図はですね、もちろん配布資料にもありますし、本日お配りした NBDC のパンフレット の一番裏側にも一応掲載してございます。まあ、NBDC の事業の遠隔といいますか、これまでどのような歴史があったのかということを少しだけご紹介させていただきます。まず2011年に科学技術会議ライフサイエンス部会においてゲノム情報科学における我が国の戦略についてという提言が出ております。で、こちらどういう内容かといいますと、ヒトゲノム解読をはじめとする、まあ、世界的なゲノム科学の進展を受けまして、日本としてどのように推進戦略を取っていくかということを提案したものです。で、それを受けまして2001年の4月には JST の中に、科学技術振興機構の中にバイオインフォマティクス推進センターというものが設立されました。で、少しその後、空いて2005年の8月に、科学技術学術審議会において我が国におけるライフサイエンス分野のデータベース整備のあり方についてという提言がございまして、こちらの方で各省庁において統合データベース整備を進める動きというものが出てきました。で、それを受けまして2006年の4月には情報システム研究機構を中核機関としまして、文部科学省の統合データベースプロジェクトが開始しております。で、さらに2008年の12月には、総合科学技術会議ライフサイエンスの、統合データベースタスクフォースにおいて、統合データベースタスクフォース報告書ということで、ライフサイエンス統合データベースセンター、こちらが情報システム研究機構の中にできたセンターですけれども、こちらと先ほどご紹介した JST の中にあるバイオインフォマティクス推進センターは、まあ、一体的に運用しましょうということが提言されて、すみません、ようやくなんですが、すみません、2011年の4月に JST の中に、私たちバイオサイエンスデータベースセンター NBDC が設置されました。で、その中でライフサイエンスデータベース統合推進事業ということで、現在行っているような事業を開始しております。その内容としましては、データベースを統合しデータの共有を推進する試みというものを行っております。で、じゃあ私たちが推進しているデータを共有することの意義とは何かということも少し話させていただきます。で、研究をしていらっしゃる皆さんはもうすでにご承知のこととは思いますけれども、科学の世界において何か新規の主張を行うためには、それを裏付けるエビデンスの提示というものが必要になります。まあ、つまり科学の世界では本来データというのは公開して共有するものということです。で、その意味としましては、実験が再現できるか、で、真理であるかを確認するための再現性、で、データ自体が間違っていないかを検証する透明性、また当初の研究とは違った観点からの再解析や教育目的での利用といったデータの再利用で、近年では次世代シーケンサーのデータや各種の画像データなど、これまでの技術で取り扱うことの難しいデータが産生されておりますので、データを共有することによって新しい解析技術の開発を促進するという意味もございます。で、また特に欧米においてよく言われることなんですけれども、研究費の多くは税金によって賄われております。で、税金によって行われた研究成果は、まあ、市民のものであり、で、それを手にするために税金をさらに投入することはないというような考え方がされます。で、まあ、ここには市民は二度税金を払わないというふうに書いておりますけれども、公的資金を投じて得られたデータというものは共有していこうというのが世界的な潮流となっております。まあ、そういった潮流のキーワードとして、オープンサイエンスということが近年非常によく言われております。2013年6月の G8 科学大臣会合の共同声明として、論文のオープンアクセスに加え研究データのオープン化をということが謳われております。で、それまで公的資金で行われた成果を論文化した場合には、なるべく自由にアクセスするようにしましょうというオープンアクセスの議論というものが進んでいたわけですけれども、論文の裏付けとなる研究データについても共有しようということを謳った声明です。で、まあ、これについて各国での議論が活発化しておりますが、じゃあ具体的にどうやってというのは現在でも明確な答えが出ているわけではありません。
ただ日本におきましても内閣府の国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会というものにおいて集中的な議論が行われまして、2015年の3月には報告書が出されております。でその中では、公的研究資金を用いた研究成果について科学界はもとより産業界および社会一般から広く容易なアクセス利用を可能にし、知の創出に新たな道を開くとともに効果的に科学技術研究を推進することで、イノベーションの創出につなげることを目指した新たなサイエンスというような形でオープンサイエンスが定義されまして、その推進のための方向性が示されております。でまあ、今ご紹介したのは最近の世界的潮流、そして日本の対応ということなんですけれども、まあ、そもそも、私たち JST の中にはですね、科学技術の振興を進めるというミッションを実現するための、まあ、3本の柱というものがあるんですけれども、まあ、その3本の柱というのは何かというと、研究開発戦略を立てる、科学技術イノベーションを起こす、科学技術イノベーションの基礎を作るというものなんですけども、その3本目の柱の中に含まれます科学技術知識情報インフラの構築というものは謳われておりますので、すでに JST の中には謳われているものであるということで、こちらの項目を根拠として先に述べましたような経緯に従って NBDC は設立されております。じゃあ NBDCどのようなものかといいますと、2011年4月に設立された JST の中の一つのセンターで、目標としては生命科学分野のデータベースを使いやすくすると。でそのためにデータベースを研究開発するための戦略を立てたり、データベース自体の充実化を行ったり、でそういったデータベースの公開を行うための場所を作ったり、サービスを運営したりというようなことを行っております。でネット上でデータを公開することは海外からのデータ利用にも対応が必要になりますし、逆に海外ではすでにいろいろな機関からデータが公開されておりますので、そういったところと連携しながら事業を行っております。こちらも実はパンフレットの中に入っている図なんですけれども、じゃあ NBDC 事業の中で研究開発技術開発にはどういったものがあるかということをご紹介しております。下の紫色の部分で紹介していますのは、生命科学のさまざまな分野において、そこでキーとなるような先生方にその分野のデータを取りまとめていただく、で中心となるようなデータベースを構築していただくためのファンディングプログラムとなっております。例えば糖鎖ですとかタンパク質、メタボローム、プロテオーム、そういった分子種によるものですとか、もしくはヒトゲノムの変異情報、もしくは微生物のメタゲノムですとか植物のゲノムと、そういったようなものについてファンディングプログラムを設定しております。それに対して右上の緑色の部分では、そういったデータベースを統合するための基盤となる情報技術の開発をNBDC との共同研究としてライフサイエンス統合データベースセンターで行っていただいております。私たちのセンターでは NCBI のようなデータを一箇所に集める中央集権的な統合ではなくてですね、分散しているデータベースを情報技術を用いて統合的に利用する、連邦型の統合データベースというふうに呼んでおりますけれども、こういったものを目指して事業を行っております。でここから先はですね、具体的に NBDC が紹介しているサービスについて紹介していきたいと思います。NBDC で、ただちょっとその前にですね、NBDC で提供するサービスというのは、実は従来から指摘されていた生命科学分野のデータベースに関する問題点を解消するために行っているものですので、ここでその問題点がどういったものかということをまずご紹介したいと思います。中には、おそらくお話聞いてあるあるというふうに思われるものもあるかもしれませんし、分野が違うとそういうこともあるんだなというものもあるかもしれません。まず第一にあるのが、まずどんなデータベースがどこにあるのかわからないという問題です。自分が欲しいデータというのは、すでにひょっとしたら誰かが公開しているのではないかと、自分で実験しなくてもすでにデータが存在するのであれば、それを利用して自分はもっと自分の得意分野のところでデータを出していきたいということもあるかもしれません。またデータベースが公開されていても、その複数のデータベースを横断的に検索することができないと、
異なるインターフェースのデータベースを渡り歩きながら、こう何度も何度も同じ検索を繰り返さなければいけないということもあります。たとえデータ形式の異なる情報であっても一括で検索したいということは、要望として、私たちもよく聞くものです。で、一つ一つ検索するのではなく、公開されているデータセットを丸ごとダウンロードして、自分の手持ちのデータと組み合わせて用いたいというようなご要望もいただいております。ですので、これについて NBDC では、この1番目の要望については、日本国内の生命科学分野のデータベースを集めたカタログというものを制作しております。で、2番目の要望につきましては、複数のデータベースを一括で検索できるサービスを開発しております。で、こちらの3番目の要望につきましては、データの一括ダウンロードできる仕組みを構築しております。で、この後各サービスを詳しく説明し、実際に手を動かす簡単な実習もご用意しております。すみません、実施に進む前にもう少しだけデータを利用する際の問題点として寄せられたご意見、具体的にご紹介します。さまざまな方法で、せっかく使えそうなデータをネット上で見つけたとしても、そこにはここに示したような問題点があるということが指摘されていました。データベースを探したところで、どのようなデータが中に入っているのかなかなかわからない。で、多種多様なデータであって、しかもデータ項目の説明がそれぞれバラバラであったり、もしくは不十分であったりとかして、それは一体どういう条件でどのように行われたデータであるかということはなかなか分かりにくい。で、また、そもそもそのデータセットの中に自分が必要とするデータが入っているのかがなかなか分からない。で、もしかしたら自分の欲しいデータがあるかもしれないし、ないかもしれないと、そういう曖昧な状態で使いたいデータを見つけることが困難であるという問題。で、さらにそのデータを見つけたとしても、それをじゃあどのように使ってよいのかわからないという問題もあります。その利用に際しての条件がバラバラであったり、そもそもその利用のための条件がどこにも書いていなかったりとかすると、こちらも先日、つい先日おそらく、ネイチャーかなんかに、載っていたと思いますけれども、そのデータの利用条件が書かれていないというのは、そのデータを再利用する際に非常に大きな障害になってしまう。それを使ったからといって、いきなり訴えられることはないにしろ、じゃあその人ので公開しているデータを自分がどこまでどう使って、じゃあその出した結果を公開するときにはどういう形で公開していいんだろうかということは分からないと、なかなかデータの再利用というものは進みません。例えばこう使用料がかかるのか、論文に引用可能なのか、もしくはその先商用利用が可能なのかといった条件が分からないと、利用することは困難になってしまいます。でまたしても、NBDC ではそういった問題点への解決策としまして、データフォーマットの標準化やデータの説明、つまりはメタデータの標準化というものを、進めております。また2番目の、問題に対しましては、データを集めるための仕組みというものが必要になってきます。で、こちらは NBDC だけの取り組みではなく、公的な研究には帰宅を義務付けるというようなことが、必要になってくるかと思いますが、こちらについても、状況は少しずつではありますけれども改善してきているのではないかというふうに思っております。で、3番目の問題に、つきましては、利用条件の標準化およびその明示というものがとても重要になってきます。で、また、データベースの、著作権ということについては非常に議論があるところですけれども、データを出した方の努力がきちんと報われるということも非常に、重要だと考えますので、データ作成者の著作権表示をきちんとすることを進めております。で、そして商用非商用の区別や公開条件、引用方法といったものがあるならば、そういうものをきちんと明示するということを進めております。ちょっと今この利用条件の標準化明示について少しもう少しお話したいと思います。で、利用条件については特に分かりやすく提示するために NBDC ではクリエイティブコモンズ CC というものを使用しております。この CC というのは著作物に関して再利用と共有を促進するための仕組みです。著作権というのはそもそも著作者に非常に大きな権利を与えるものですので、これまでは著作権で保護されているのかいないのかという二択しかありませんでした。
そこで著作者が利用条件を明示することで、その条件を守るならば自由に使って良いとすることで再利用と共有を促進する仕組みです。で、具体的には利用に関する条件を示す4種類のマークを組み合わせて6種類の利用条件を選択することができます。で、その4種類のマークというのはどういうものかといいますと、表示、誰の著作物であるかという作品のクレジットを表示すること、それから非営利、営利目的での利用を禁止するかしないかということ、それから改変禁止、元の作品の改変を禁止するかどうかということ、それから継承ということで、元の作品を利用して二次著作物を作成した場合、元の作品と同じ CC で公開してほしいというような要望を表示すること。で、まあ、これらを組み合わせますとですね、この4種類のマークを組み合わせることによって、下に載っているような6種類の利用条件が出てきております。まあ、実はこのページの下にも書いてあります通り、この資料自体も CC BY という条件の下で公開しているものです。で、まあ、今6つありえますよというお話をしたんですけども、共有を促進するという意味から NBDC で主に利用しているクリエイティブコモンズのライセンスは3つとなります。利用の自由度の高さに従ってこちらに図示しております。その自由度の高さというのとこの図の上下がうまく一致していないので少し見にくい図になってしまっておりますけれども、これらの3つの条件の中では以下のような条件において複製、再配布、改変、営利目的での利用というものは可能になっております。1つ目、一番上にありますが CC 表示継承というものです。で、これは作成者 URL などのクレジットを表示することと同じ CC 表示継承で配布することを条件にデータを利用可能ですよというもので、2つ目は CC 表示というものでクレジットを表示すればそのデータはあとは自由に利用可能ですよというもので、3つ目は CC0 で、実はこれ先ほどの6つのライセンスの中に含まれないんですけれども、まあ、さらに自由なものでして利用条件がないということをあえて宣言するものです。パブリックドメインというふうに書いておりますけれども、利用する上で一切の制限をつけずに公開するというものになっております。 NBDC ではこれら3つのライセンスを用いてさまざまな資料ですがデータなりを公開しております。で、ここから先はですね、先ほど申し上げました3つのサービスについて詳しく説明していきたいと思います。それぞれのサービスについての説明の後には実際に手を動かして簡単な実習を行っていただきます。まあ、それぞれ非常に簡単な作業になっておりますので、もしよろしければ言われたことをだけでなくてですね、もうご自分の興味に従って自由な検索ですとかご利用もしていただければというふうに思います。で、まずは各サービスの場所をご案内いたします。で、こちら今開いているのが NBDC のポータルサイトになっております。で、こちらのポータルサイトもですね、私の講義の間いろいろと使いますし、一時戻るで戻っていたりとかすると大変なので、このポータルサイトもですね常にどこかにタブで開いておいていただけるとありがたいなと思います。ポータルサイトはですね NBDC で検索していただくとすぐに出るんじゃないかというふうに思います。もしくはもう手打ちの方が楽という方は画面の右上に出ていますけれどもバイオサイエンス dbc.jp の方にアクセスしていただければと思います。で、こちらのポータルサイトの中で画面にも書いてありますが左上の部分にあるのがこれから紹介する3サービスになります。で、その他一般にも広く使っていただけるであろうサービスというものはこちらのブロックにまとめてあります。大体皆さんもう NBDC のページは開けておりますでしょうか。この先の実習で使っていきますので、開いておいていただけるとありがたいです。で、まあ、上からデータベースのカタログ、データベースの一括検索、それからデータの一括ダウンロードというものを紹介しております。で、まあ、その他にはですね、ポータルサイトでは40種類以上の生命科学分野におけるデータベースやツール、サービスなどを掲載しておりますので、お時間があるときにでも、一見サービス名がずらずらっと並んでるだけで少しとっつきにくいように思うかもしれませんが、マウス
のポインターをそれぞれのサービス名の上に置いていただけますと、それぞれ1行2行程度の簡単ではありますけれども、サービスの内容の説明なんか出ますので、そういったものも参考にしていただければと思います。で、まあこういったサービスですね、すべてまあ登録不要で、どこでも誰でも、そして無料で使えるサービスとなっております。まあ、一部人に関するデータベースについては倫理的な問題から登録が必要なものもありますけれども、まあ、それについては後ほど詳しくご紹介いたします。で、まずはこのデータベースはどこにあるのかという問題を解決するデータベースのカタログというものに行ってみたいと思います。これ正式名称はインテグバイオデータベースカタログといいまして、収録データベース数は1500件以上で、特に国内のデータベースの情報を整理することを目的としておりますので、国内のデータベースは1000件以上も、収録しております。で、記述項目は名称や URL、運用機関名やデータベースの詳しい説明などで、データベースを検索ボックスなどのキーワード検索や分類を用いた絞り込み検索で探すことが可能になっております。で、そういった記述項目はダウンロードすることも可能です。ということで、実際にちょっと見ていきたいと思います。で、ここから先スライドを使って機能を紹介しますが、まあ、皆さんおそらく手元で同時にスライドを見ながらも操作できると思いますので、見ながら操作していただいてもいいかなというふうに思います。で、後ほど改めて実習の時間は別に取るつもりでおります。で、まあ、次のサービス説明する際にですね、またこのトップページ使いますので、先ほど申し上げた通りタブやウィンドウで出しておいていただければいいなというふうに思います。で、まあ、こちらのリンククリックしていただきますとデータベースのカタログに飛びます。で、これは数日前に実はキャプチャーした画面なので、現在も同じかもしれませんし、ひょっとしたら少し収録数は増えているかもしれません。この画面キャプチャーした時にはデータベースの収録数は1558件でした。で、こちらのカタログのトップページ3つの領域から構成されております。で、左側検索と絞り込みのための領域で、検索ボックスからもういきなりキーワード検索していただくことも可能ですし、データベースの分類といったようなものが下にあります。まあ、生物種であったりとか、対象の分子種であったりとか、もしくはデータの種類であったりとかということで、いろいろな分類載ってますので、そちらをポチポチとこう押していくだけで目的のデータベースを絞り込んでいくこともできます。各カテゴリーの左のプラスマークを押しますと、まあ、さらに詳細な分類が現れてきます。で、この中央部分はですね、データベース一覧の、まあ、メインの表示場所となっております。で、検索や絞り込みを行うことで該当するデータベースがこちらに表示されますけれども、まあ、デフォルトでは全てのデータベースが新着順に並んでおります。それぞれはですね、データベース情報のごく一部が掲載された状態となっております。で、まあ、右側はメニューですとか新着情報といったものを掲載しております。さあ、それでですね、まず左側の分類から、例えばウイルスといったようなものを、生物種の中からウイルスといったものを選ぶとこんな画面になってきます。で、全てのデータベースの中からウイルスに関するデータベースが49件に絞り込まれた状態です。で、選んだ分類は、こんなふうに赤く色が変わっております。で、分類には生物種ですが、カテゴリーなどいくつか観点が存在しますので、どんどん選んでいくことで条件を&で重ねて絞り込んでいくことができます。で、その条件をリセットするときにはですね、すべての条件をリセットするのであれば、左上に全条件リセットというものがありますし、どんどんいくつもいくつも足していくと、ここに条件ずらっと並びますが、それぞれのバッテン印を押すと、その条件だけをクリアすることができます。ということでですね、で、一度ちょっと条件をリセットした後で、じゃあ今度は検索ボックスに主要と入力して検索ボタンを押してみると、まあ、こういった画面に出しているような状態になります。で、まあ、今、自分が興味があるのは主要じゃないんだよっていう方は、もう好きな言葉を入れて検索していただいて構いません。で、ただ今こうやって主要で検索を行いますと、
データベース情報の中に、どこかに主要という言葉が入っているデータベースというものが、17件、出てきます。で、この中からですね、pdirect というプロジェクトをちょっと例にとって説明してみたいと思います。まあ、今表示されていたところをちょっと拡大しておりますけれども、まあ、こちら、文部科学省の次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムというもので行った、人資料に対しての、全エクソンシーケンスなどのデータを掲載したサイトになります。で、例えばこちらの、サムネイルの画像ですとか、そのデータベース名称をクリックしますと、こちらのオリジナルのサイトに飛んで、まあ、そのままそのデータベースを利用することが可能になっています。で、またですね、この説明の末尾の詳細へをクリックしますと、私たち NBDC の方で整えましたカタログの掲載情報のすべての記載項目を見ることができます。で、どういったデータベースかということをもう実際に使い始める前に、まあ、こちらの説明を見ていただきますと、その大まかな概要というものを把握するのは分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、先ほどの検索ボックスで検索できますよというふうに言った時の検索の対象というのは、こちらのですね、NBDC で整えたデータベースの記載項目を対象の検索というふうになっております。で、この説明文につきましてはですね、データベースの内容を見ながら NBDC で新たに書き起こしたものとなっております。まあ、他の使い方として今紹介したようなカタログの記載内容自体をダウンロードすることも可能です。で、まあ、データベースの中身に興味があるんだよという方には、まあ、あまり関係ないかもしれませんけれども、まあ、カタログのこういった記載項目のデータを読み込んで、もしくはご自身の手持ちのものの中に組み込んで何か新しいサービスを作ろうという方にとっては有益かもしれないということで、まあ、こちら先ほど説明しました CC0 で公開しておりますので、まあ、制限なくどのような使い方をしていただいても構わないものとなっております。さて、非常に簡単な内容なんですけれども、カタログの実習を行ってみたいと思います。まず先ほどの左側の絞り込み機能を使って実習1というものをちょっとやってみていただきたいと思います。データベースの分類の中から植物やゲノムというものを選ぶことで、まあ、それぞれその選んだ分類が赤く変わるかと思いますけれども、その時データベースの数はいくつになっていますでしょうか。今おそらくカタログのページを開いている方ですと、もう簡単に左側分類のところから、まあ、順番は関係ありませんので植物のところをポチッと、それからデータの種類としてゲノムのところをこうポチッと押していただくと、まあ、その2つが赤くなって数が出てくるんじゃないかと思います。全部で何件というのが出てくる、おそらく答えは43件というふうになってるんじゃないかと思います。ただこれもちょっと私の方で見ているのは数日前の情報なので、ひょっとしたらもう少し増えてるかもしれませんが、おそらく43じゃないかなと思います。で、その次、実習にそのうち日本国内で作成されたデータベースはいくつ存在するかということなんですけれども、左側の分類を下の方まで見ていきますと、データベース作成機関の地域といった項目があると思います。で、そちらで、日本の国内というところを押していただくと、データベースの数がまた少し、変わって絞り込まれていくんじゃないかと思います。で、またデータベースを利用する際に非常に大きな問題となる稼働状況に関する項目というものも存在します。で、せっかく自分の興味に合ったデータベースを見つけたとしても、長期にわたり更新が止まってしまっているとあまり使えないかもしれないと。ですので、今この地域まで絞り込んだ状態で、実はその先ほどの中央の一覧の部分をですね、下の方にざっと見ていっていただくと、おそらくサムネイルの中に運用停止ですとか、運用終了ですとか、こう公開停止中とか、もしくは何日間更新が止まっていますというような表示が出ているものが中にあるんじゃないかというふうに思います。一度生命学分野のデータベースとしてこちらで記載したものは、基本的にそれは残しておくんですけれども、チェックをしてちゃんと更新が滞っていないか、もしくはもう公開が終了してしまっていないかということをチェックしてこちらに反映しております。ですので、そのうちいくつが稼働しているかということも
稼働中というところで選んでいただくと数字が出てくるんじゃないかと思います。おそらく日本国内で作成されているデータベースは34個で、おそらくそのうち稼働しているものは24個になるんじゃないかなというふうに思います。私はこちらは8月4日現在での数字ですので、まあ、少し違いが出てくるかもしれません。まあ、今思いつくキーワードなどで自由に検索していただければなというふうに思います。こちらの実習をおそらく今説明しながら同時進行で皆さんできたと思います。むしろ時間がちょっと余っているよという方もいるかもしれませんので、そういう方はご自分でちょっと興味のあることをこんな使い方できるかなというようなことでちょっとポチポチといろいろ試してみていただけるといいと思います。もうこのキーワードだっていうのがあるようでしたら左上の検索ボックスにもう入れていただいて検索していただければ、まあ、そのキーワードが説明文の中に入っているようなデータベースというものを選ぶことができます。もうこちらも今出てますけれども、もう皆さんできているんじゃないかなというふうに思います。でも一応おまけとしてカタログの記載情報をダウンロードするというのもありますが、これはまあ、もしご興味があってお時間がありましたら、後ほどでもやっていただければなというふうに思います。では次は主なサービスの2つ目、データベースの一括検索について説明したいと思います。で、検索対象となっていますのは、現在は596件のデータベースです。で、日本のデータベース中心ですけれども、メジャーな海外のデータベースも入っておりますし、文献ですとか特許情報など、まあ、多様なデータベースのエントリーを一括検索することができます。で、遺伝子等の分子データベースにつきましても、エントリーに関する説明の部分の文字部分を対象に検索を行っております。DNA とかの配列自体を検索しているのではなく、その、配列が入っているエントリーの説明部分を対象に検索を行うようにしております。で、まあ、もう一つの特徴として、検索キーワードを日英で相互翻訳しまして、一括検索を行っております。で、この翻訳には、京都大学の金子先生が作成している、ライフサイエンス辞書を用いております。なので、日本語で入力しても英語の文献を検索することが可能。もしくはもちろんその日本語文献だけが欲しいんだよということであれば、その自動翻訳を切ることももちろんできます。で、まあ、その他一般の検索エンジンにあるような絞り込み機能ですとか類似キーワードの表示といったような機能も持っております。で、私たちはですね、この横断検索を分かりやすいように生命科学の Google 検索ですよというふうに言っているんですけども、じゃあ本家の Google と何が違うのかということがあります。で、例えばモデル生物のマウスについて知りたいと思って Google でマウスというふうに検索した場合、上の方に出てくるのはおそらく PC の周辺機器としてのマウスの、まあ多くの場合通販情報だったりとかするわけです。で、Google はもちろん生命科学に特化しているわけではないので、学術情報を調べようと思ったときにノイズがとても多くなってしまいます。で、またですね、Google ですとか Yahoo といった一般の検索サイトというものは、表層ウェブと言われるウェブの情報の一部しか検索対象にはしておりません。しかしデータベースは階層構造になっておりますので、表層よりも深いところに自分の欲しい大事な情報が埋まっていたりもします。で、横断検索ではある程度の階層構造の深さのところまではインデックスという、まあ、検索の対象とするための情報を引き出しております。Google、Yahoo、Bing、世間にはいくつかの検索サイトがありますけれども、実はそういった検索サイトで検索できるのは公開されているウェブの 53% 程度しか実は検索できていないんだよということを示した論文、まあ、少し前ですけども2008年の頃に発表されております。つまりデータベースにつきましても情報を調べたいと思ったときには Google で検索しただけでは網羅性も足りなくなってしまうということで、ノイズが多くて、まあ、意図したものと異なる上に網羅的でもないということで、じゃあ生命科学分野の情報を調べるために特化したものが必要なんじゃないかということで横断検索というサービスを提供しております。まあ、データベース横断検索の対象としておりますのはこちらで示しているようなデータベースです。
まあ、文献情報が多いですけれども、その他に特許情報ですとか、ご協力いただいている学会さんからは学会用紙の提供というものも受けております。下の方のゲノムですとかパスウェイといったデータベースは、先ほど申し上げた通り説明の文章を検索対象としております。もちろんこちらの数字ちょっと古いものですので、全体の傾向として見ていただければというふうに思います。実際に横断検索を使ってみたいんですけども、実は本日、まあ、多くの方が受講されておりますので、これだけの人数の方が同じタイミングで検索かけますと、結構かなりの負荷がかかってしまいますので、今回は講習会用にデータ量を絞り込んだ検索サイトを用意しておりますので、そちらを使っていただきたいと思います。でよいしょ、資料を見ながら URL を手打ちしていただいてもいいですし、講習会の資料ページ、私のところの、タイトルの隣ぐらいにですね、おそらく横断検索の講習会用というリンク 1,2 とあるんじゃないかと思います。まあ、どちら使っていただいても大丈夫ですので、このバイオサイエンス dbc.jp の下に db search でアンダーバーで new 1,2 ということで用意してあります。先ほどの講習会の資料ページのリンクからたどっていただくのが行きやすいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こちらですね、はい。大体皆さんもこちらの講習会用の横断検索ページにはたどり着いていらっしゃいますでしょうか。まあ、見かけとしては、本物のものとよく似ているんですが、一応インフォメーションのところには講習会用のページですということは載ってるんじゃないかと思います。すみません、今画面に映したのはフルバージョンの画面ですね。で、横断検索のページ、基本的に先ほど生命科学における Google 検索ですというふうに言いましたけれども、まあ、シンプルな検索ボックスがあって、その中に、その他にはですね、まあ、運営に関するお知らせが、出てるくらいじゃないかなというふうに思います。まあ、こちら語句のサジェスト機能というのも入っていますので、途中まで入力しますと、例えばインフルと入力するとインフルエンザウイルスですとか、インフルエンザワクチン、インフルエンザ菌といったようなものがサジェストされてきます。で、実は2種類の検索方法を用意しておりまして、データベースをそのまま検索するか、もしくはヒット件数を表示するかという2種類の検索があります。データベース検索では実際にデータベースのレコードに対して検索を行いますので、やや時間がかかる可能性があります。まあ、とはいえかなり高速で結果が出るんじゃないかと思います。しかし大量にヒットすることが予想されるならば、初めはヒット件数で検索結果の大枠を把握しておくのも良いかもしれないと思っております。まあ、とはいえデフォルトはデータベース検索になっておりますので、普段はそのままキーワード入れて検索していただければなというふうに思います。まあ、その他上の部分にはですね、ヘルプページなどへのリンクも載っております。で、まあ、Google と同じように検索窓にキーワードを入れて検索するだけですけれども、まあ、今もうページにたどり着いている方はですね、どんどん好きなように入れていただいても構いませんし、ただ一応アドバンストサーチというものも用意しております。で、まあ、こちらでは先ほど申し上げたように日英翻訳をオンオフしたりですとか、もしくはその検索の対象とする生物種の絞り込みですとか、データベースの更新時期による絞り込み、もしくは対象とするデータベースの絞り込みというものがあります。まあ、必要に応じてこれらの機能を活用していただきたいと思いますし、後ほど実際に操作する際にぜひ試していただければなと、アドバンストサーチも試していただければなというふうに思います。じゃあヒット件数で検索するとどうなるかというふうに言いますと、まあ、データベースのカテゴリーごとにそのカテゴリーの中で何件ヒットしたかという情報だけが出てきます。で、このプラスマークを押してカテゴリーやサブカテゴリーを選んでいくことによって候補を絞り込んでいくことが可能です。で、ここでカテゴリーやデータベース名をクリックしますと、その実際のヒットしたものが出てきます。で、また、まあ、i という情報アイコンにマウスオーバーしますと、ヒットしたエントリーを含むデータベースの詳細情報が表示されます。
まあ、こういった情報も参考にして検索結果をぜひ役立てていただければなというふうに思います。でこれが、検索結果の表示画面です。で、今はインフルエンザというものをキーワードとして、検索を行っております。まあ、ヒット件数ですとかもしくは、まあ、この、検索結果を表すスニペットと呼ばれる部分が表示されます。でまた右側には関連遺伝子や外部リンクといったようなものが表示されております。で、おそらく実際にヒットした単語というものがスニペットの中で黄色くハイライトされていると思います。また上部にはですね、ナビゲーションバーというものがありまして、こちらを使うと、もう何段階か絞り込んでいくことができます。でこちらですね、大量のヒットがあったときに、まあ、こちらからデータベースのカテゴリーによって結果を絞り込んでいくことができます。まあ、今は統合データベースプロジェクトを選んで、最終的には4件まで絞り込んで、おります。で、4件まで行ったところで、検索結果を、全てまあ一覧で表示できるようになっておりますので、その中でデータベース名ですとか URL エントリーでどこにヒットしたかというような表示ですとかサムネイル画像を見ることができます。で検索につきましてはですね、おそらく皆さん非常にもう普段いろいろな場面で行っていて慣れているかと思いますので、まあ、ここに書かれた実習5から7もまあよろしければやってみてください。おそらくご自身に興味がある単語ですでにいろいろ検索していらっしゃる方いらっしゃると思います。もう本当に検索窓に自分の興味があるような単語を入れて検索すると。今例えばインフルエンザカタカナで入力して検索しますと日英翻訳機能によって自動的に英語表記インフルエンザでも検索された結果が出てきていると思います。またツールボックス右側の外部リンクを使いますと J グローバルなど外部サービスでインフルエンザに関する情報を検索することができると。でさらに言葉を変えて検索して関連遺伝子での検索ですとかそういったものを情報を取ることもできます。これももう進む、やってらっしゃる方はどんどん進んでいると思いますので、まあ、解説しながら、まあ、まだの方は同時進行でやっていただければと思います。で日本語でインフルエンザと入れますと英語でもインフルエンザで検索されて、黄色いハイライトちゃんと両方出ていることをご覧いただきたいと思います。でその次には外部リンクを使った外部サービスを使った検索ということで右側の列の下の方にですね J グローバルというリンク先があります。でこの J グローバルというのも JST が運営しているさまざまな学術情報の検索サービスとなっております。でまあこちらですねリンクを押すと次の画面が表示されるかと思います。J グローバル、そうですね。結構下の外部リンクの中の下の方に J グローバルというのはあるかと思います。でそちらを押していただくとですね、まあ外部のリンク先に飛ぶんですけれども、こちら飛ぶときにですね、そのインフルエンザは英語でのインフルエンザということで、検索も同時にかけていただいております。でこちらもですね、J グローバルの場合ですと中には研究者情報ですとかもしくは研究課題の情報といったようなものも入っています。もしくは科学技術用語ですとか化学物質ですとかいろいろと入っておりますのでこちらでも、こうやっていろいろとこのタブのところで切り替えていただくことでインフルエンザの言葉含まれるいろいろな情報というものを見ていくことができます。またこちらにはですね、ですね、別名同義語というものが出てますので、これは含めたい、もしくはこれは含めたくないということで、選んでいただくことも可能になっております。で、まあ、検索画面に戻って、今度は、まあ、P53 ということで入れて検索していただくと、
まあ、P53 が、まあ、がん関連遺伝子になっておりますので、右側にはその P53 に関連する遺伝子がたくさん表示されてきます。まあ、関連遺伝子の中にはさまざまなデータベースへのリンクというものが貼られておりますので、リンクを選んでクリックしていただくことでその先の情報を見ることができます。中には NCBI の遺伝子に関するページですとか、タンパクに関する情報、ヒューゴジーンの情報、それからゲノムネットワークプラットフォームですとか、もしくはタンパク質ユニプロットへのリンクといったものが存在しております。ですので、こちらの横断検索の結果をハブのようにして、どんどんとその先の情報をたどっていくことも可能になっております。ぜひ講習会後にはですね、ご自身の興味のあるキーワードについて本番の方の横断検索を使っていろいろと検索していただければと思います。入っている情報がかなり今の講習会用の方ですと絞られておりますので、もっとリッチな検索結果が得られるのではないかというふうに思います。まあ、また横断検索の開発担当者の方はですね、ぜひモバイル環境でも横断検索使ってほしいという要望を持っているとのことでしたので、スマホに対応したバージョンというものを作成しております。バイオサイエンス DBC の下に DB サーチ、それからモバイルというふうに入れていただくと、スマホでもモバイル環境に対応した状態で使うことができます。調べ物はスマホを使うよという方も多いかと思いますので、ご活用いただければと思います。サービスの3つ目、データの一括ダウンロードができるサービスのご紹介をしたいと思います。正式名称は生命科学データベースアーカイブ。で、収録しているデータベース数は118件。で、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスとなっております。非常にいろいろなプロジェクト等で作成されたけれども、結局そのプロジェクトが終わってしまったことによって資金がなくなってしまい、維持しきれないものですとか、ぜひ皆さんに再利用していただきたいということでコピーを預からせていただいたものなど、いろいろなデータベースが入っております。またそのデータベースというのは CSV 形式ですとか RDF 形式でダウンロードすることが可能で、データベースやデータについての説明が分かるように、一定の形式での記述というものをお願いしております。またデータは CC ライセンスにて配布、で基本的には CC 表示継承というもので提供しております。でこのデータを使って作られたものもぜひ CC 表示継承で公開していただくという条件以外には、非常に自由に使っていただけるようになっております。で、中に入っているデータというのはこんな感じになっています。ゲノムですとか発現情報、タンパク質など、一部は文献もありと。また NBDC で制作したデータベースもデータベースアーカイブから公開しているものもございます。でこちらアーカイブの入り口も先ほどのポータルサイトの左上からたどっていただくことが可能です。でこれからアーカイブの使い方を説明しますが、やはり少し複雑な部分がありますので、こちらについては説明しながら、やはり同時進行で実習の作業も進めていきたいと思います。でこちらもちょっと画面の下になってしまっておりますけれども、で預かっているデータセットは表になっておりまして、それぞれにこういうものですよというような説明がついておりますので、その説明に対してこちらの検索窓から検索をかけることが可能となっております。なのでこれはもう内容の説明と同時に実習も進めていきたいと思います。どういった内容の実習になるかといいますと、実習の内容としてはオープン TG ゲイツという、先ほども例で一度取り上げましたけれども、そちらの病理情報のデータから幹細胞肥大を示したデータを絞り込みダウンロードすること、さらにその際の肝臓の病理画像を見つけることという実習をしてみたいと思います。ただしですね、こちら画像データは大変大きくてサーバーに負担かけてしまいますので、ダウンロードは講習会中は試さないでいただきたいと思います。こちらも休み時間とかですね、適当にこう人数がばらけているときにこんな感じでできるのかということは試していただきたいと思います。
で、OpenTG ゲイツというのは170の化合物をラットの個体およびラット人幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースということで、まあ、化合物の毒性を生理的に調べたというようなデータベースとなっております。でまずはですね、アーカイブのトップページの検索窓に、OpenTG ゲイツというふうに入れたいんですが、おそらくオープンのオープンぐらいまで、オープンぐらいまでですかね、入力するともうどんどん絞り込まれて、この画面になるんじゃないかと思います。でうまくここまで絞り込めましたら、あ、そうですね、検索内容はまあもしも途中でサジェストされないよということであれば OpenTG ゲイツと、まあ、ハイフンいらないと思いますので、入れて、まあ、OpenTG ぐらいまでで攻めていけるんじゃないかなというふうに思います。で、そうですね、目的としているものは、まあ、3つ今並んでいますけれども、この3つ目の OpenTG ゲイツをこの後、ちょっと詳しく見ていきたいと思います。で内容を見ていく前に、まずちょっと右端の方にですね、利用許諾を確認というところがあります。詳細をクリックしていただくと、じゃあその利用許諾として掲げている CC 表示継承と書いてあるのは一体どういうものを意味するのかということを見ることができます。で具体的に、じゃあどうや、じゃあ表示継承といった時にどうやって表示するのかといったような具体的な説明や、そもそも表示継承というのは何を表すのかというようなことの説明が加えられております。でこちらを見ていただきますと、じゃあ自分がこのデータ使おうと思った時に、どこまでどうやってこのデータを 使うことが可能なのかということを確認していただくことができます。繰り返しになりますが、条件はクレジットの表示とライセンスの継承ですので、もちろん商用的に利用していただくことも可能となっております。でちょっと再び先ほどのアーカイブのトップに戻り、ひょっとしたらもう一度検索をし直す必要があるかもしれませんが、まあ、オープンで検索していただきたいと思います。前の検索結果残っていればそのままで結構です。それ次に、まあ、データベースの中身を確認してみたいと思います。サムネイル画像かもしくはデータベースの名前の部分をクリックしていただきたいと思います。でこちらでデータベースの詳細情報を見ることができます。でデータベースの名称や作成者で、問い合わせ先といったようなもの、これらの項目が基本的には全て揃った形でお預かりするようにしておりますので、そのデータベースの概略というのはいずれについても非常に把握しやすい形となっております。まあ、名前ちょっと古い表記になってますが、作成者は独立行政法人の医薬基盤研究所等で作成されたものということは分かります。改めてもう一度トップページに戻っていただいて、実際にデータをダウンロードする画面に進みたいと思います。ひょっとしたらもう一度検索し直しかもしれません。すいません。でこちらのダウンロードの、リンクをクリックしていただきますと、 OpenTG ゲイツのダウンロードページに行くことができます。でこちらですが、お、一個前。で、こちらの中ではですね、中に含まれているデータというものをこうやって一覧で見ることができます。で真ん中のところ、からですと、ZIP 形式で丸ごとデータを、ダウンロードすることができます。で中それぞれ、分かれておりまして、13このデータセットの塊としてのデータベースであることが分かると思います。でそれぞれについて真ん中の列から ZIP 形式で丸ごとダウンロードすることができると。でまたその右側、検索案のダウンロードということで、簡易的にその中に入っているデータを検索することもできます。検索してその内容を確認した上でダウンロードするということも可能になっております。ですので今、こちらのですね、中で13番目、
病理情報と書かれているところの検索&ダウンロードをクリックしていただきたいと思います。でこちらクリックしていただきますと、こういうような画面になるということで、これ、まあ、元のデータベースの形を全部反映しているわけではありませんが、簡易的にそのデータベースをこちらに再現してあります。でここではですね、絞り込みの例として、ちょっと大きい字で出ます。ここ find ということで、入力欄がありますので肥大しているということで、ハイパートロフィーというものを、入力していただきたいと思います。資料の方ですと綴りは確認できますでしょうか。どうでしょう。文字潰れちゃって見にくいですかね。なんとか読み取れますでしょうか。ファインドのところにハイパートロフィー、それからその、サーチする部分を、ここにまあいろんな、情報を選ぶことができますので、そこをファインディングタイプをハイパートロフィーにするということで、こちら2つの情報を入力していただきたいと思います。で今はもう、こちらその検索をかけた後の検索結果がこちら出ております。だいたいこの検索をかけるところまで進めていらっしゃいますでしょうか。ハイパートロフィー HYPERTROPHY の綴りになっています。ファインドの欄に入れるだけではなくて、ちゃんとこちらもファインディングタイプというものを選んでいただいて、サーチしていただけると、こういったような検索結果の画面が出てくるんじゃないかと思います。そしてですね、こちら、この結果をですね、この検索した結果だけを選んでダウンロードするということもできます。こちらダウンロードのところにセレクテッドというところを選んで押していただきますと、検索結果を CSV 形式で落としてくることができます。でさらにですね、その右側にはオールということで、よいしょ、全データを、今検索結果だけではなくて全データをダウンロードすることができるというボタンも用意してあります。でそちら選んだ場合にはですね、ファイルの、タイプということでですね、まあ、CSV でももちろん落とせますし、他、JSON ですとか RDF 形式ですとかといったようなその機械可読的な、CSV 形式ですとどちらかというと人が扱いやすい、その後例えば Excel とかそういった、ものに落とし込んで自分で、見たり処理することができる。で一方その後さらに機械で処理していくような大量のデータを機械で処理していくような作業を行うのであれば、こういった RDF 形式というような機械可読のデータ形式でダウンロードしていただくのがいいんじゃないかと思います。でそうしていただくことで再利用の可能性がより広がるのではないかというふうに期待しております。でその先の実習ですと、こちらのところにですね、パソロジカルイメージというものがありますので、こちらをクリックしていただくと、その先、実習の10ということになります。でこんな感じで画面変わりますけれども、ダウンロードのところは、押さないでいただければというふうに思います。ただしこのサムネイルクリックしていただくと少し大きな画像が出たりですとか、もしくはこのフルサイズビューのところを押していただくと、非常に大きい画像でこちらの細胞の写真、画像を見ることができます。で今このデータベースではこうやってたどっていきますと病理画像まで見れましたけれども、これもう本当にデータの構造というのはここに収められているデータベースによって非常に様々です。なので今実習という形で一通り説明しましたけれども、全てのデータベースがこういうふうに移っていくわけではありませんので、ぜひご自身の興味があるデータベースがあるかどうかをまずアーカイブの中から検索していただいて、でそういうものがあった時にはですね、こうやって触りながら
もういきなり丸ごとデータをダウンロードしてもいいですし、中身をちょっとデータベースとして検索を行ってみたいということであれば、少し調べた後でその選んだ情報だけをダウンロードする、もしくは丸ごとダウンロードするということで、ご研究の方に生かしていただけるとありがたいなというふうに思います。アーカイブではですね、その他にそのデータベースに含まれる代表的なデータを簡易的に検索するモードもあるんですけども、まあ今回は説明は割愛したいと思います。でアーカイブの話になりますと、まあ大体どんなデータベースが人気があるのかなっていうのが気になるところかと思いますけれども、私たちもそれ非常に気になりますので集計を行っております。で今年の7月にはですね、ダウンロード総数が約4万6200回で、人気のある上位のものというものはそこに掲げてある通りであります。で1位はチップアトラスということで、こちらチップセックの公開データを再解析したデータベースとなっております。で非常に最近公開されたものなんですけども、非常に人気があってここ数ヶ月で非常にダウンロード回数増えております。でその下には今ちょっと触っていただいた OpenTG ゲイツ関連のデータベースが2つほど、病理写真データベースと普通の OpenTG ゲイツというものが並んでおります。ついこの前まではですね、もうこの2つが圧倒的に多かったんですけれども、最近はだいぶこのチップアトラス増えております。4番目にはボディーパーツ 3D というものありますけれども、こちらは DBCS で作成しているデータベースでして、骨ですとか内臓、血管といったような人体パーツの 3D モデリングのデータとなっております。なのでイラスト的に論文等で使っていただいたりとかですね、もしくは人体に関するデータを可視化するときにヒートマップのように、例えば体のこの部分では特に発現が多いですとか、もしくはこういった成分がこういうところに多く沈着するっていったようなものを実際に 3D モデルの中で色をつけて表したりといったような結果の、実験結果の可視化にも用いることができるものとなっております。あと、もしもご自分で3D プリンターを利用できる環境にある方はですね、まあ、こちらダウンロードしていただくと 3D プリンターでかなりリアルな人体パーツをプリントすることができるようになっております。で最後、帰宅のお願いということでですね、プロジェクトでデータベースを作成したんだけれども、もう資金がちょっと続かなくて維持しきれない、もしくは他の研究者の方に再利用していただくためにデータセットを丸ごと預けたいというようなことがございましたら、ぜひご相談ください。で、利用許諾の標準テンプレートもこちらで用意しておりますので、先生方にはあまりお手数をおかけせずにデータを共有できるようになっているかと思います。でその先 NBDC の方で安定的に管理運営していきたいと思います。でこれまでカタログ一括検索、データの一括ダウンロードということで3つのサービスを紹介してきましたが、次に人に関するデータ関連のサービスを紹介したいと思います。ゲノム医学 DB に関する NBDC の取り組みということで、比較的最近スタートしたサービスとなっております。データの内容にもよりますが、取り扱いに注意が必要な、アクセス制限が必要となるような人データにつきまして、収集公開するための、いわば人データのためのアーカイブということで別に用意してあります。で場所はですね、先ほど紹介した3つのサービスの下、人のアイコンが載っているところにあります。この人データベースはですね、人に関するあらゆるデータが対象となっております。今帰宅を受けているものとして、全ゲノム情報ですとか発現情報、変異情報といったものですが、今後画像情報などにも対応していきたいと思っております。人に関するデータは倫理的な配慮が必要になる場面が多いですので、そういったものを受け入れるためのサービスとなっております。で、預けていただくデータは二重に匿名化されたもので、研究の段階でおそらくデータの匿名化というのを行うと思うんですけども、 NBDC に預けていただく際にさらに匿名化していただくと。でデータの利用者
果、もしもより詳細な情報を必要とするようであれば、そこから先はですね、データの帰宅者と利用者による共同研究という枠組みの中で実施していただくというような枠組みになっております。データを提供していただく際にも利用していただく際にも倫理審査が必要になりますが、そちらにつきましては NBDC で実施していただきます。ただしこの審査というのはあくまでも共有することについての審査ですので、前もってデータを提供するもしくはデータを利用するということで所属機関の倫理審査を受けているか、もしくはデータを取るときにインフォームドコンセントが揃っているかというようなことについての審査となっております。また公開時期ですとかその制限事項といったものについては提供者のご要望はできる限り受け入れたいと思っております。個人情報保護法との関連ですとか社会的な理解、国の指針といったものも実際に現在まさに議論が進行しているところでございますので、人 DB の方でガイドラインというものを作っておりますが、できるだけ柔軟に社会情勢にも対応していきたいと考えております。現在非制限公開データ、つまり完全にもう申請とかも必要なくオープンにしているデータが11件で、それから申請が必要であるような制限公開データが29件となっております。まあ、非制限公開データにつきましてはウェブサイト等から制限なく公開しております。で、特に申請の必要もなく利用可能です。まあ、こちらに入ってますのは集団の統計値であるとか、まあ、特定の個人由来ではない資料の解析結果となっております。で、制限公開データというのはまあ個人レベルのデータであって、まあ、先ほど説明しましたような審査が必要となってきます。で、公開待機データというのはすでにデータはこちらでお預かりしてますが、まだ論文化できていないといったようなことで、公開に至っていないデータもございます。で、まあ、NBDC では預かるのは、まあ、公開を前提としたデータのみになりますので、匿名化していないデータですとか、公開する予定がないよというようなデータにつきましては、それぞれのプロジェクトや実施機関の方で管理していただければなというふうに思っております。まあ、仕組みとしましては NBDC の中にこのようなデータ共有分科会というものがありますので、こちらにおいて共有のためのガイドラインですとかデータを取り扱う際のセキュリティガイドラインといったようなものを作成しております。で、それに従ってまあ外部有識者の先生方に入っていただいて人データ審査委員会というものを作っておりますので、こちらの方で提供者からインフォームドコンセントとか揃っているか、データ共有に関する倫理所属機関の倫理審査を受けているかといったようなことを揃えて申請をしていただきまして審査を行います。で、その際には再度の匿名化を行っていただきます。で、協議をそうですね、こんなような流れになっております。で、先ほど申し上げましたように、いろいろな制限事項等ありましたら、なるべくご要望にはお答えしたいなというふうに思っていますが、その時にですね、データを送る時には再度の匿名化のほかに、きちんとメタ情報、このデータに関するデータというものもしっかりと揃えて、ご提供いただくということにしております。で、ご提供いただいたデータにはですね、ID を付与することになっております。で、こちら ID を付与しておりますので、その結果を使って論文等を投稿する際には、こちらの ID を引用していただくことで、きちんとそのデータが既に公開されているものであるということを示すことができます。現在ですと、論文化まではデータを隠しておきたいというご要望ももちろんありますけれども、逆に論文化する際にはすでにきちんと公共のデータベースに入っていることは条件という場合もございますので、そういう時にはこういった ID 付与をした上で、その審査、論文の審査の際には公開前ですがきちんとお預かりしていますということを示すことも NBDC の方で行っております。あとはご利用いただく際にはですね、よいしょ、データ利用に関する倫理審査を受けていただいた上で、申請を行っていただきまして、承認されれば制限公開データにアクセスするための ID やパスワードを発行するようにいたしております。あとは定期的にですね、利用状況をご報告いただくとい
というような、こういった全体的な仕組みで、配慮が必要であるような人データに関しても、ぜひデータの共有を進めていただきたいというふうに思っております。制限公開データについては、非常に配慮が必要な情報ですので、こういった所属機関内の欄でのみ使っていただく、もしくはデータのコピーは原則禁止、またアクセスする方については研究計画の中できちんと限定していただくというようなことをお願いしております。でまたはですね、データの種類によってはそのデータの提供者の方からより厳重なセキュリティの条件を、が欲しいというようなご要望もございますので、そういう方については、ハイレベルのセキュリティを設定することも可能になっております。でその場合にはですね、入室管理が行われるような物理的にきちんと、隔離されたようなサーバーに、からのみ、公開するというような対応も行っております。こういったことはインフォームドコンセントの内容によってですね、いろいろと制限事項はあるかと思いますので、ぜひご相談いただいた上でデータをお預けいただいたりご利用いただいたりしていただければなというふうに思っております。その他のサービス例としまして、 NBDC が提供する人気のサービスをいくつかご紹介したいと思います。先ほどのポータルサイトの右上にはですね、日本語や動画で分かりやすくということで、新着論文レビュー、領域融合レビュー、統合 TV というようなものが紹介してあります。で、こちらアクセス数が最も多いような人気のサービスになっております。統合 TV どういうものかといいますと、データベースやツールの使い方、それから講演動画といったものを配信しております。で、すでに1000本以上公開しておりまして、吹き出しによる日本語の解説ですとか、そういったものもついております。で本日紹介しました3つのサービスの使い方や、またこの今話していますこの講義自体の動画というものもこちらから公開することになっております。でこちらですね、目的別にもう今現在1079件ございますので、その中から目的別に検索していただくこともできますし、もしくは関連するタグキーワードから選んでいただくことも可能と、もしくは直接キーワードを今隠れちゃってますかね、こちらですね、検索窓にキーワードを入れて検索していただくことも可能です。で何かデータベースやツールを使おうとして分からないことがあったら、こちらを探していただければきっと役に立つような動画があるんじゃないかというふうに思います。でもしここにないよっていう時にはですね、リクエストも受け付けておりますので、どんどん要望を送っていただければなというふうに思います。で NBDC のことは知らなくてもですね、この統合 TV のことは知ってる、使ったことがあるという方は結構いらっしゃいます。で、もしもですね、統合 TV 使った時にですね、ご要望があったりとか、ちょっと使い方がわからないとか、もしくはこういうものが欲しいというものがもし今日あるようでしたらですね、この統合 TV の編集長といいますか、開発を行っているのが本日この後講義でもお話になられる小野さんですので、何かご要望ありましたら今日せっかくのチャンスなんで直接お話しいただいてもいいかなというふうに思っております。ライフサイエンスの新着論文レビューにつきましては、こちら日本語による英語論文の解説記事です。ネイチャーサイエンスといったいわゆるトップジャーナルに日本人著者による論文が掲載されたときにですね、著者の方に連絡を取りまして、ぜひ日本語で解説記事を書いてくださいということでお願いをしております。で、これまでもうすでに940本以上で、なるべく間を置かずに、論文がホットなうちに、解説記事を書いていただこうということで、行っております。で、雑誌によってはというか、多くの雑誌においてですね、そのもう掲載してしまうと文章や図というものの著作権がその発行元の出版社の帰属になってしまうために、著者であっても自由に使えないということがよくあります。こちらの新着論文レビューの方では、新たに図を書き起こすことで CC 標準により配布できるようにしております。トップページこんな感じで、一応英語のサービス名としてはファーストオーサーズということでしております。その一つの論文に関する非常に詳細な解説記事で、先ほど申し上げましたように、その写真についてもできればその論文そのままではなくて新しく撮り直したような、もしくは別の写真で再利用可能なもの、
で図に関してもその論文掲載そのままではなくて、ちゃんと新しく書き起こして、再利用な可能なものということで、掲載しております。でさらに領域融合レビューにつきましては、もう少し広く学問分野領域を対象にした日本語のレビューとなっております。でこちらはここに書いてありますような各学会にご協力いただきまして執筆者の先生をご紹介いただいております。で現在までに54本掲載でやはり CC 表示で配布可能となっております。今ここに載せているのはオートファジーと疾患ということで、まあ、少し広いテーマで扱っております。英語名はリーディングオーサーズということで PDF でもダウンロード可能になっております。この新着論文レビューと領域融合レビューはですね、もうライフサイエンス専門の編集者がついてこちらの編集を行っておりますので分かりやすく、まあ、読みやすいというような内容になっておりますので、まあ、調べ物をするときなどにもしくは何か少し新しいテーマに手を出したりとかそういう場合にはこちら探していただくとお役に立てることはあるんじゃないかなというふうに思います。まあこちらまあこんなふうにいろいろと非常にしっかりした形でレビュー記事となっております。で終わりにいくつかすいませんお話をさせていただきたいと思います。NBDC 私たちはまあ文部科学省の予算で活動しておりますがデータベースの統合事業自体はですね文部科学省と農水省厚労省経産省との4省の連携によって行っております。でまあそれぞれの省庁が生命科学に関する多くのまあプロジェクトを行ってそれぞれにデータベースを作成してまあそれぞれの省庁の中で統合化も進めております。で経産省はメダルスで厚労省は医薬基盤健康栄養研究所の方で作っている例えば横断検索の SAGAS といったようなサービスでまた農水省の方ではちょっと今一時運用は停止しておりますがアグリッドというようなデータベースも持っております。でただしこれそれぞれ省庁の中でだけ統合したのでは、まあ、本当のデータベースの統合とは言えませんので文部科学省の方が取りまとめ役となりましてこの4省で連携してデータベースを統合を進めております。でその成果が本日紹介したデータベースの横断検索等になっております。まあ、ここにそうですねここにまあインテグバイオ JP というのはありますけども、まあ、その連携についてのウェブサイトもこんな形であります。まあ、それぞれの省庁がそれぞれのミッションに合わせて、まあ、特色のある事業を行っているんですけども、同じ生命科学分野であるということについては、省庁の違い、ね、もともとの予算の出どころっていうのはもう全然気にせずに、皆様になるべくこう便利にデータを使っていただけるようにということでこういった連携の事業を行っております。まあ、こちらのインテグバイオの方行っていただきますと大まかな流れ見ていただけるかと思います。先ほどの NBDC のポータルサイトにあったのと同じですけれども、まあ、こんな感じで検索窓も用意してあります。で生命科学に関連するような研究を行っている省庁というのは他にも環境省などなどありますので、まあ、今後も他の他省庁も巻き込みながらこういったデータの連携を進めてなるべくその壁がない形で生命科学分野のデータであれば一括して利用しやすくということで事業を行っていければなというふうに思っております。でまだまだ実はですねデータ共有に関してはここにあるような多くの問題が残っております。でデータの共有に関する意識というのはだいぶ高まっておりますがまだ強制力のあるルールというものは国のルールというものはありません。ただし同時にですねデータ、なるべくデータの提供というものは海外では義務付けられているところも多いです。ただデータを共有するというのはなかなかその共有できる形までするのはですね非常に手間がかかるものです。なのでそうやって手間をかけてデータを共有するための手間をかけていただいた研究者の方にはやはりきちんとそれが評価されることがその先のインセンティブとなっていくのではないかなというふうに考えております。でまたですね、その機微情報、人に関するような情報に関わる議論というのはまさに今現在進行形で行われておりますので、なるべくそういった議論の行方も見ながらですね、きちんと、新しく
日本医療研究開発機構 AMED なんかも、発足しておりますので、そういうところとも連携しながら、進めていきたいなというふうに思っております。またですね、バイオインフォマティクスに関する人材というのは非常に足りておりません。なので、そういった人材の発掘要請、それから、ウェットの研究者の方でも、少し、使い方を覚えればどんどんドライの解析というのもできる範囲たくさんありますので、ウェットの方もドライの解析できるように、それからドライの専門の方ももっと、増えていくようにということで、人材の発掘要請も進めていきたいと思っております。で、まあ、そんなふうに言ってもですね、なかなか欧米のデータベースセンターとの規模は、桁違いですので、私たちもなかなか予算も人員も少ない中でこういった事業を行っておりますが、なるべく皆さんのお役に立てるように頑張りたいというふうに思っております。で、その時にですね、やはりもう、使っていただくのが、サービス使っていただくのが一番の後押しになるかなというふうに思っております。で、リクエスト等も随時受けたまりますので、ぜひデータを提供するという形でも、もしくはデータをご利用するという形でもですね、ぜひご活用いただきたいし、何かありましたらご相談いただければと思っております。私のからの講義以上となります。ご清聴ありがとうございました。